う数年したらそれが答えが出るのかなと、今のインタビューを見て比べて、あの、この時こんなこと言ってたんだなって思ってる時が来たら、やっぱそこで一つの結果なんじゃないですかね。それが何年か後にもうちょっと良くなったら、この業界がようやくやったことの価値があったと言っていいのではないか。